ローワン軍はアメリカ合衆国のオスカロライナ州の中央部西に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は13万8428人であり、2000年の13万340人から6.2%増加した。軍庁所在地はソールズベリー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ローワン軍となった地域に最初に入ったヨーロッパ人は、 1567年のフアンパルドが率いたスペイン遠征隊だった。インディアンのグアタリ村にトリデト伝道所を設立した。その場所はヤドキン川に隣接し、ウォーターリー族が住んでいたと考えられている。当時この地域はスペイン人がグアタリマイコと呼んだ女州長が支配していた。スペイン人はその村を西スペインのサラマンカ市にちなんでサラマンカと呼び、 教区司祭のセバスチャン・モンテロを頭とする伝道所を設立した。スペインは1572年以前のある時点でこの地域を放棄した。ローアン軍は1753年にアンソン軍北部が分離して設立された。軍名は1753年から1754年までノースカロライナ植民地総督大公を務めたマシューローアンにちなんで名付けられた。 当初ローアン軍の西側協会が定義されず広大な領域があった。1770年、軍東部とオレンジ軍の西部を合わせてギルフォード軍を作った。1771年、軍北東部がサリー軍となった。1777年、軍西部がバーク軍となった。1788年、軍の残りの西部がアイアデル軍となった。1822年には、 東部がデイビッドソン軍となった。最後は1836年、ヤドキン川の北部がデイビー軍となった。2003年、ローアン軍は設立250周年を祝った。ローアン軍の生態は、軍政委員会、マネジャー方式であり、軍政委員会は5人の委員で構成されている。委員会は、軍の条例を制定している。ローアン軍は、地域自治体の委員会である。 セントラリナ自治体委員会のメンバーである。ノースカロライナ州会議員では、第76選挙区と第77選挙区に属している。アメリカ合衆国会議員では、ノースカロライナ州第5選挙区、第8選挙区、第12選挙区に分かれている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は524平方マイルであり、 この内陸地511平方マイル、水域は13平方マイルで、水域率は2.40%である。ローワン郡の東側境界はヤドキン川である。エリス交差点の北でサウスヤドキン川がヤドキン川に合流している。サウスヤドキン川は北のデビー郡との境になっている。南部境界はカナポリス市を南北に分断する線である。 ローアン軍は14の軍区に分割されている。アットウェル、チャイナグローブ、クリーブランド、フランクリン、ゴールドヒル、ライテーカー、ロック、モーガン、マウントユーラー、プロビデンス、ソールズベリー、スコッチアイリッシュ、スティール、ユニティの各軍区である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ローアン群の自治体と軍区ローアンソールズベリー教育学区は ローアン軍のほぼ全軍をカバーする幼稚園前から12年生までの学区である。2009年から2010年の教育年度で学校数35校、児童生徒数2万877人だった。1989年にローアン軍教育学区とソールズベリー市教育学区が合併した。カナポリス市教育学区はカナポリス市内を管轄している。カバラス軍にもまたがっており、 双方の軍教育学区とは独立して運営されている。ありがとうございます。